レデューシオはちょっと難しいやつね。ああ、ちょっとわかんないな。全くレデューシオ。レデューシオ。ちょっとあんま聞き覚えねえ。多分ないと思う。一回しか出てないから。レデューシオ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 。言い方で言うわ。レデューシオって言ってたけど。じゃあ、レデューシオ。じゃあ。レデューシオって言ってたけど。じゃあ、じゃん。レディシオ、わからんな。これは絶対わかんない。死の秘宝です。死の秘宝、最近なんだ、レディシオ。最近最近死の秘宝は最近らしいです最近、レディシオって言って、レディシオって言ったわ。レディシオ攻撃系かな。これは絶対に出ないな。絶対に出ない。絶対に出ない。言ってもピンとくるかどうかわからんもん。じゃあもう答えていい。どんどん言うね。じゃあ、まず、ハリーが使ってた。わからんでしょ。わからん。隣にロンがいた。なんかそのヒント雑すぎ。わからんでしょ。うん、テントの中で使ってた。あー、なるほどね。はい、どうぞ。わかる。シチュエーション、あの旅に出てる時に。時にでしょ。うん、でハーマイオニーはテントの外にいる。ロンとハリーか。で、レディシオ。うん。あー、お、ちょっと言うね。うん、火がボワーってなるやつ。お、惜しい。違う、合ってるけど惜しい。それは炎合塩なんだよ。あー、え、それじゃないのか。まあ、その辺、そう、そこ、そのシーン、そのシーン別でなんか言ってんの。そのシーンで言ってるの。そのシーンで言ってるんだけど、火がボーってなるのではないのよ。ないのか。じゃあまた別のやつってこと。うん、まあ、あのシーンってどういうシーンか覚えてますか。火を消し、明かりを消してほしいってことなの？違う。あれはね、あの、ハリーの杖が折れたのよ。あー、はいはい、折れちゃって、で、ロンが、あの、人さらいっていう悪い奴らから、杖を一本かっぱらってきたから、これハリー使ってみなよ。あー。っていうので、ハリーがお試しで、火を操作してるシーンなのね。あー、なるほどね。この杖つく、うまく使えるかな、つって。の時のシーン。で、デューシーを。まあ、そこが正解、答えよ。答えそこよ、正解よ。なんか何が起こったか分かんない、ね。だから、あのシーンで、最初は、テントの中で、まあ、火を焚いてたのね。うん、普通に、うん。で、この杖使えるかな、つって、あの、さっきの雲を大きくする拡大呪文、炎合塩っていうのを、ポッてやったら、思いのほかポワってなっちゃったのよ。ああ。だから、あ、やべえやべえ、レデューシオ、つって、炎を小さくする。小さくなれっていう意味の呪文がレデューシオ。ああ、じゃあ、炎合塩の対応、ね、反対呪文。がレデューシオ。ああ、なるほどね。で、ちっちゃくする。わあ、レデューシオっつって、シュッてちっちゃくして、ハーマニーが、どうしたのっつって、いや、なんでもないっていうし。ああ、むずいね。これはむずかったな。5でいいんじゃないですか、これは。そんな。